から人間の顔も動物の顔で、あの植物においてもほとんど左右対称なんです。その中で複雑に交差させていこうというのが今回の狙いなんです。だからシンメトリーの画面にシンメトリー書いてもそんなにどこかないんですね。コンパスで下げて上げたらこれはルート3ですね。3になるんです。でこれをずっと音が同じく60度か30度。でこれは自然界なんですよ。あの絶えずこの数学的な考えと内面的な感情的なものと両方ないと芸術は生まれないんです。好きが嫌いだけでは飽きません。選んでおいてください。前に構図となったらちょっと言ってください。角で終わりだな。全然大丈夫。全然大丈夫。こんなを描くと。あ、そんでいいよ。一回伸ばそうか。一回。何ビビってる。いや、まだ何回も塗るからね、はい、今の段階で失敗も成功もあれへんね。一番下地の下地やから。同じっていうことはありえない。で、もしそう見えたら無理やりする。これは見た通りだから。素直だけじゃいいなら、ちょっとひねくれてくれる。これはこれを通る。これだ。これちゃうだ。これはブドウだ。これもあれ。これがちょっと違うよ。あ、そっか。もう下に絵があんねんから。はい、上にこう。あのセロハン用紙かぶせてるように。はい、それでいかれへんから。あとここもっと白くしよう。白、白、白、白。こなんかむしろ。絶対重なるもん。ここはどなたさん。これになってる。これで丸描いた方がいい。劇的なのいっぱいありますけども、こういう淡々としたやつが絵になるとそっちの方が生きる場合がある。
例えばあったかいのばっかりとか冷たいのをちょっと入れてくるよ。ここもちょっとこのあったかいのばっかりのところにちょっとこういう色が入ってますよというね。ほんの少しでいいから。こっちの人はグリーンです。まだ全然変わります。これはこれで成立してます。あとはここもうちょっと白かったらもういうことない。